こんにちは、ウクレレ大正ロマン、スレンです。今日は冬景色ですね。文部省唱歌をしましょうかね。もう冬で寒いので、あったか帽子と。これ羽織じゃなくてコートになりますね。コートだけどちょっと可愛い。でもそんな派手じゃないから普通にも着れるかなと思うので、着物を買ったら着てみようかな、外行くときに。羽織は外でも中でも着ていいんですけど、コートはなんか外用らしいですよ。はい、まだ着物の知識は全然ないので偉そうなことは言いませんけど、はい。でこれは初心者の方には優しい CFG で弾ける曲ですね。で CFG で弾きますけれども、2回目はまた私の好きなCsus4とか使ってみたりとか、はい、F6 とかを使ってみたりをしましょうかね。ちょっとニュアンスを出す感じにしましょう。はい、じゃあ行きますね。はい、 C から始まります。さぎりきゆる港への船にしろし朝の霜、ただ水鳥の声はして、未だ覚めず岸の家、カラスが汽笛に高く、人は踏む芸に小春日ののどけしや、帰り咲きの花もみゆ、嵐吹きて雲は落ち、しぐれ降りて暮れぬ、もし灯火の漏れ小ずば、それと若じ野辺の里。はい、こんな感じの歌ですけれどもね、文部省唱歌はこうやってさりげない景色ですね、景色風景をこう模したようなこういう歌多いですけれどもね。はい、でここでちょっと気になるのがね、ガギグゲゴの音でゲーに小春日のゲーと言ってしまったらもうゲーになっちゃうので、なんか微濁音っていうやつですね、ナギグゲゴみたいなにとかに言った方がいいんじゃないかなと思って、某女子グループはナナナナガとか言うので、あれはちょっと気になってしょうがないんですよ。あの歌は好きなんですけどね、私可愛い曲なんですけども、若い子はなんとかがって言ったらがっていうのがなんか強いなっていう感じがして、そこだけがいつも気になっちゃうんですけれども、はい、あんまりがきくけごをがきくけごって言わずに微濁音にした方がいいんじゃないかなと個人的には思いますよ。傷つけてるわけではありません。なんとかグループファンの人はすみませんでした。はい、はい、あの子たちは可愛かったので、特にあの歌は可愛いから好きですはい、でそうですね、こういう中の冬景色の水鳥の声はするんですけども、なんかちょっと静かな感じでこうニュアンスを出し、朝の霧のニュアンスを出したいので、Csus4とかね、F6、多分こうだと思うんですけどね、多分とか言って Dm にこれどうつける感じになると思うんですよ。この2つでここを押してこういう感じですねにすると、とかできるんで、もうめんどくさかったらF にこのドをつける
だけでもういい感じかなと思います。じゃあそういう中ちょっとニュアンスをつけた感じでやってみましょうかね、うん、これも C から始まります。ほとんど一緒です。はい、さぎりきゆる港への船に白し朝の霜、ただ水鳥の声はして、未だ冷めず岸の家、カラス鳴きて木に高く、人は旗に麦を踏む、現に小春日ののどけしや、帰り咲きの花も見ゆ。はい、こんな感じです。はい、水鳥ですね、まあ、10月を過ぎて、まあ、金木犀の香りとともに冬の渡り鳥がやってきて、結構池とかね、湖とかそういうところは夏よりも賑やかな感じになってくるんですよね。はい、そういう、私も井の頭公園ね、吉祥寺の井の頭公園とかに行ってこう渡り鳥とかを見に行くのが好きなんですけれどもね、うんうん、今は たくさんこう来てる感じだろうな、最近行けてないんですけども、うん、たくさん来てるんだろうなと思って、はい、そうですね、うん、感じで冬景色をしっとり歌っていただければと思います。はい、ではブログの方にねコードと歌詞をアップしてますのでご覧いただいて、あとよろしければチャンネル登録お願いします。ではさようなら。